ペアミント、ペパーミント、ローズマリーのマリンブルーっていう品種。これもなんかあったんですか、注文じゃないけど。ヒント植えてほしい。ハーブ系は面白いですね。あ、そうなんですか。匂いがきつい。ローズマリー匂いしてみ。あ、本当だ、特徴ある。野菜の植えてる近くにミントとか植えて、なんか虫、害虫予防とかやったりするらしいですよ。ハウスのマンゴーの端、はいはい、に植えようかなと。マンゴーに虫がつかないですか。あ、なるほど。いいっすね。なるほどなるほど。もう草分かったからさ。あ、あれ、ありがとうございます。いつの間に。草分かったよ。誰も変わらないよ。俺が草。ありがとうございます。ミニ高温機だから。おぉ、綺麗になったじゃないですか。あ、これ高温機でやった後ですか。素晴らしいです。あ、もう植わってるんですね、これ。スペアミント、スペアミント、スペアミント。あと、こんな間隔開けるんですね。これめちゃくちゃ感動するから。そうですよ、ね、ってたらこれでも短いぐらい。結構マンゴーも虫つくんですか。マンゴー、コナジラミとかね。あ、いろいろ虫つくんで、ペパーミントを植えて、はいはいはい、ペパーミントを収穫しつつ、はいはいはい、虫も寄りつかないように環境を作るか。素晴らしいですね。あ、ローズマリーは、ローズマリーは次の列に植えようかな。はいはいはい。ローズマリーってでもあれですよね、つるみたいな感じじゃないですよね、うん、なんかこうまっすぐ伸びてくる。そうそう、ローズマリーとペパーミントを分けて植えて、どこがマンゴーに。あー、なるほど。わかりやすいですね。いいですね。これは何十年か前にいい土を買ってきて植えてた。あ、そうなんですね。最初スイカ作ってたから。あ、そうなんですか、うん、スイカ用の土買ってきて植えてた。マンゴーは次は何をする。あ、枝を全部やんないといけない。で、それが終わったらビニールかぶせて、はい、後輩準備。ビニールかぶせないと花が咲く時期に雨に歌うと、あ、花芽が、はい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 、なるほど。そのためにビニールを、加温しながら、暖かくしながら。らしいよ。まだマンゴーのあれはないんですね。好奇心旺盛だけどマンゴーを出荷したことないんだよね。